どうな形だって言うす。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会ショート動画時代編 <laughs> 戦国時代さあやって参りました。戦国時代がもう幕を上げてるんです。皆さんお気づきでしょうかということですよね。ショート動画確かに最近ね、YouTube ショーツとか色々あって、ショート動画時々 YouTube でも見るよねという皆さん。 なぜそうなっているのかねえ、それはもう裏には大戦争、メディアの次の覇権を似合うというですね、どこがやって、どこがこう牛耳るんだというね、それの時代が始まっているというお話なんですよ。事件はもうすでに起きているんです。2020年8月、去年夏ですよね。2020年8月の段階で月間一、 一視聴者あたりなんですよ。月間平均視聴時間がなんと YouTube を TikTok が超えてるんです。一プレイヤー平均月間視聴時間がですね、TikTok が二十四時間に対して YouTube が二十二時間四十分。これを要するんですね。 YouTube 一興と思われた。この映像メディア時代。ね。文字といえば Twitter でしょ画像といえば Instagram ですよ映像といえば YouTube だったわけですよ。ところが去年衝撃が走ったわけですよ。やばい !TikTok と YouTube がしのぎを削ってますぞというお話でございますね。これは侮れないですよ。 なぜか、これはアメリカ発のプライドをかけたこの映像メディア YouTube と中国発のね、TikTok、これは中国以外での名前で中国本土では動員というですね、名前で親しまれてるんですけど、バイトダンスが、えー、プロデュースしてるところのこの TikTok がですね、アメリカとイギリスにおける月間平均視聴数を上回ったってうんですよ。もちろん、総再生時間は YouTube の圧勝です。米英においてはね。なんでかっていうと、まだ東京 登録者数とかその見てる人とか、まあ、その人数的にそのアプリを使ってるユーザーの数自体が圧倒的に YouTube が多いからなんですねなので総課金額とかもです、ね YouTube、で圧勝してるんです。ところが一番大事と思われるこの月間平均視聴時間1プレイあたりのつまりどっちの方がより中毒性の高いメディアかより ユーザーに好まれるメディアかってことですよ。現時点での総再生時間と総課金額っていうのは今までの歴史とすでにいるっていうことですよね。すでにいる TikTok 見てない人も合わせたその YouTube の資産なわけですよ。ところが TikTok も知ってるし YouTube も知ってるっていう新しい世代において視聴率のこうしのぎを削ってたプラットフォームの一角がですね、こうガクッとこう パワーバランス変わってきてるってお話なんですよね。それが一体なぜなのかと、それに対して YouTube は、いや、そして他のメディアは一体何をしているのか。そしてそんな時代を受けて、我々はどう生きていくべきなのか。もちろん私もそう。YouTuber としてプレイヤーしてた人間もそうだし、皆さんもそうだよね。あなたもそう。ね。お金欲しい、有名になりたい、何かしたい、発信したい、自分の仕事 PR したい、自分の店にお客さん呼びたい、自分のサービス にお客さん呼びたい発信力欲しい発信力欲しいそうだよね何欲しい発信力だよねアラジンの魔法のランプ磨いてボンガー何欲しい発信力言うよねいいねフォロワー数発信力が欲しい全員がその土壌で戦ってるんでしょう今スポーツ選手だって政治家さんだってタレントさんだってユーチューバーだって全員発信力を競わされてるんですこのティックトックと。 YouTube という巨大なレッド王者の中で我々は今血みどろの戦いをしてるじゃあ何をすべきなの 長尺動画でもうすでに影響力があると思われてる人も身の振り方を考えなきゃいけないし、逆に言えば、レッドオーシャンという言い方も言えるけど、ゴールドラッシュとも言えるんだよ。つまり、昨日まで無名の全く普通の一般人が、明日にはですね、TikTok スター、YouTube スターになるっていう可能性もはらんでるっていうこと。それがショート動画においては余計に促進されうるだろうと、目されてるってことなんですよ。 なぜショート動画が中毒性が高く、なぜショート動画が余計にゴールドラッシュを加速するのか。そしてその、見合いや、その、 時代の変換点を見誤ったプレイヤーはどんどんこれから滅びていきます。今すでにビッグユーチューバーと言われてるようなティラノサウルス的プレイヤーがバッタバッタと倒れていくっていうこともあり得るわけです。さあどうなってるのか。ちょっと少し前からプレイバックして歴史を紐解いてみようじゃないですか。ショート動画の歴史、それは TikTok から始まった。そうですよね。2017年9月に ミュージカリというですね、アメリカで作られた口パク、アアテレコアプリですよね。はい、その音楽に合わせてあの何か口パクでやったり振り付けを踊ったりというアプリまさに今の TikTok の最初の頃のイメージですよねなんか女子高生とかこんなやってさこうやって踊ってるわけですよそういうような感じのイメージのアプリまさにね原型だったんですよ そのミュージカルを丸パクリしてスタートしたのが中国の動員後の全世界における TikTok ですね。TikTok はミュージカルの丸パクリだったんです。ところがただパクっただけじゃなくてミュージカルを買収するんですよね。 買っちゃうんですよ。ここら辺がパワフルですよね。いや、パクリは良くないよとかっていう、そういうカルチャーは、まあ言ったら日本人はね、そういう風な気持ちになることが多いと思うんですけども、パクった上で買っちゃえよというね。いいもんだからパクるんだよ。リスペクトしてるからパクるんだよ。その上で買っちゃえよというですね。この非常にパ,パワフルなですね、中華マインドでですね、買ったわけなんですね。それが2017年9月、そこからスタートしたわけですよ。そこからバンバンバンと火がついた。ところがこの火がついたわけなんですけど、 火がつききすぎて米中ののこの派遣争いに巻き込まれたんですよねそしてついに2020年のね夏ね8月にあのトランプ政権の時にトランプ大統領が TikTok をアメリカで禁止するぞっていう大統領令ねこれを出したわけですよ。 禁止する方向に賛成だと、そっちに舵切れって言って大騒ぎになったんでね。アメリカで既にユーザー数を獲得してた TikTok たちに t i k t o k カーたちがですね、うわーなんて言ってね、もう使えないのかって言った。そしたらすごいね、アメリカはね。ここからですよ。ね。つまり2020年8月にですね、アメリカが禁止したっていうところ、それを待ってましたと言わんばかりにですね、奴が立ち上がったんだね。ザッカーバーグだよね。 マーク・ザッカーバーグといえばですね、欲しいものは俺が全部もらうというね。お前のものは俺もの、俺のもの、俺のものは俺のもの。ジャイアンだってフェイスブックのものってことですよね。もうジャイアンの上位互換といえばザッカーバーグなんだよ。ね。ザッカーバーグはですね、インスタグラム。このインスタグラム自体もフェイスブックのライバルになりそうだから買収したんだよね。 それでインスタグラムで今度はこう躍進を遂げたんだけど、そのインスタグラムの中に TikTok と全く同じ、全く同じサービスを導入した。それがインスタグラムリールズだ。リールリールって言われてるあのリールズっていうのは、要するに縦型の短い動画をリコメントで見せていくっていうところで、全く同じだったわけなんだよね。このリールズを実装したのが2020年の8月。まさにトランプが禁止するやいない実装するというですね、 ザッカーバーグのザッカーバーグたるゆえんを見せつけたわけですね。完全にアメリカではもう TikTok グッバイと、リールズハローということなんですよね。ところがそれはインスタグラムのやり方なわけですよね。インスタグラムでもはでもね、これリールズがパクリ切れるかって思うでしょでもね、ザッカーバーグ侮らないでね。そうなのよ。インスタグラムはすでにストーリーズっていうサービスを当ててるんだよね。 そう、インスタグラムってさ、映えなきゃいけない写真を撮らなきゃいけないなんてさ、もうプロのさ、モデルさんとか写真家さんとかはいいよ。普通の人が普通に記念写真あげたってもういいねなんてもらえないよなんてむせび泣いちゃうわけでしょだからさ、本当こうしづらくなっちゃうのは、ハードル上がっちゃってさ、どうしよう、餃子の写真美味しかったから撮ったんだけどあげようかな、餃子じゃあなとか言,言うわけですよ。餃子と俺なんて映えねえよって言ってね、アップできないよなんつて泣いてたんですけどね、ストーリーズならあげれるよ。そういうことですよね。それは、 スナップチャットっていう別のアメリカで売れてるサービスの丸パクリなんですよ。ね。このスナップチャットを丸パクリしてストーリーズっていう出したのが2018年。つまり、そのリールズを出す2年前にパクって当ててんだよ。スナップチャットもやってやったぜと。よし、TikTok さんも行っちゃうぞというですね、ジャイアニズムをですね、ザッカーバーグが発揮した。これ当たるのか当たらないのかと言った1ヶ月後。 YouTube が黙ってなかったんだね。この YouTube 自体を買収したのが Google なわけだから、ね Google が買収した YouTube、Facebook が買収した Instagram、そしてミュージカリーを買収した TikTok も食らい尽くすようにですね、サービスを手にするのは俺たちだというプラットフォーマーのティラノサウルスの噛み付き合い。これが面白いんだよ。 グーグルを買収した、グーグルが買収した YouTube が今度はやるぞって言って出したのが YouTube ショーツなんだよ。ショート動画、ショート動画、YouTube でショート、ショートって言われてる YouTube ショーツ。たまにさ、なんか縦尺のやつがさここ、ここ、両端が黒いのとかさ、出てくるじゃないね。それだよ、それ。縦でさこう、スマホで見てたら縦でさ、横にこっちはスクロールするのね、みたいな。あれ。 あのショートだよ。下の画面に気づいたら出てるじゃん。ショートっていうのが左から2番目ぐらいに出てんだよね、ショート。あれを始めたのが、なんと2020年の9月。つまり、ザッカーバーグがザッカーバーグした、その1、1ヶ月後にですね、YouTube はちゃんと YouTube してくれてるんですね。どこでそのショートを実装したか。実装したのはインドだ。なんでインドなのと。アメリカじゃないんですかと。もしくはなんか乗り込むぞ、なんか言って中国でやるんじゃないですか。違います。インドです。 なぜかインドではですねすでに TikTok が禁止されてたからそうなんですよアメリカではあのトランプ大統領が禁止するぞって言ったけど実際に禁止には至らなかったんだよね禁止するぞって言ってどうなるって言ってその間に選挙が起きてそれでバイデン政権になっちゃってっていうのがあったわけだよねだけどインドはそれより前にちゃんと禁止してたのもうダメよって インドダメよっってやったの。その TikTok のいないインドインド侮らないでねインド今13億人いるんだよ13億人だよねえ中国14億人インド13億人ねえなんと2027年あと6年後にはインドが中国を追い抜くって言われてる人口増加率で言うとインドの方が多いわけよ今 ちょっと少子化が進んじゃって中国はね。で、インドはまだまだ増えてるから、もうインドはものすごい人口を抱えてこれからもやっていけてるってことは、インドは国内だけ牛耳ってればもうバッチリなの。地球上の7人に1人以上はインド人なんだよ。インドを抑えてたら地球を抑えてるようなもんじゃんっていうことで、インドの政府はがっちりですね、中国のアプリ入れてたまるかいって、インドはインドでもうマーケット確立したるじゃー言うてですね、がっちりホールドしてて出てけってやったわけ。で、TikTok のいない 間にインドを狙えって言ったのが YouTube ショーツ賢いよね。全員役に、もう動画アウトレイジだよ。すごいよ。やっぱガヤロコでやろうとか言ってですね。インドでぶっぱなしてやるこのやろう。パンだとカーンテなおじけえなんて言ってですね。大変な状態ですよ。インドでぶっぱなしたのが2020年の9月。そしてその約1年後、2021年の7月に日本でも実装された。2021年の7月だよ。 まだ半年も経ってないんだよ、YouTube ショーツが日本で始まって。でもこの騒ぎだよ。YouTube ショーツがいかに市民権を得てるかっていうこと、そしてショート動画がいかに大事かってこと、お分かりいただけますでしょうかいろんなトップ YouTuber がショート動画も出しているのは、ショート動画時代が来ているということを痛感してるからに他ならない。そしてこのショート動画戦争の勝者はまだ決まっていないんだ。 まだ決まってないんだよ。誰がこのショート動画戦争を覇者ね、なるのか、それは TikTok なのか、Instagram なのか、YouTube なのか、それは TikTok、Reels、そして Shorts、この三つどもへの争いが、今、まさに、火蓋を切って落とされたわけなんですね。YouTube、本気ですよ。本気ですよ。ただサービスを実装して、インドにポン、それだけじゃない。日本にもポン、それだけじゃない。 ね、お金稼げますかっていうところが心配になってる層に向けてですねだからその広告をどこに入れれないじゃんショーツってだから TikTok とかって広告が、ね、入らないからなかなか収益化ができないってい YouTube みたいに広告料もらえたりしないからだからんやさんとか来てんでしょ、YouTube、TikTok から YouTube にさ大量に大量にさもう動画をさ繋いでショート動画を繋いで YouTube にバンバン。 でも、ヒカキンさん超えちゃうっていうね、登録者でね。世界中に見られてみたいな。そういう人たちが来てるのは、収益がないって言われてるからなんで、ショート動画には。ね。だからこそ分配するぞって言って、この2年間のうちにですね、そのクリエイターに還元するお金を集めましたって言って、その額がなんと110億円。 110億円分、その、キュリエーターに還元するぞって言って回ってる。それぐらい、こっちにはお金があるんだ。来い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 。TikTok からリールズから来い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 って言ってるの、YouTube が。もう、全員殴り合いですよ。 リールズはですね、スナップチャットと同じ目に合わせてやるよって、ザ貨カバッグが言ってるわけですね。TikTok はですね、中国の力見せつけてありますさがいねって言ってるわけですよね。で、YouTube は YouTube で,ですね、110億円ございますなんて言ってですね、全員がですね、ショート動画のクリエイターをですね、囲い込みたくてしょうがない。なぜならここを制したものが次の時代を制するからだ。だから我々も次の時代を制するためにショート動画を制さなきゃいけない。ってことは、ショート動画がなぜ、 すごくこんなに見られてるのかっていうことを仕組みを理解しなきゃいけないですよね。理解しましょうよ。ショート動画がなんでこんなにいってんのなんでこんなにすごいの ?TikTok。その特徴。まず第一には縦型動画であること。そんなこと言われなくてもわかってるよってことなんだけど。じゃあなんで縦型動画が横型よりもこんなに 伸びてきたのここだよねもともと建て方動画ってすごかったですかテレビの時代はどうですかテレビね、もうその、プラズマテレビ建てなかったって人手を挙げてください。いる それは横に置いてたからだと思う。もしくはあなたが寝てたっていうね。そういう状態だと思うよ。基本的にはプラズマテレビだ、液晶テレビだったり横長でデザインされてたんだよね。そのじゃあいつから立てな,ないのもちろんスマホ時代でしょで、スマホだけどスマホが出た時も横長だったんだよ。YouTube が横長でしょ俺どうやって見えてる今横長で見えてるね。ほとんどが横長なんだよ。なんでかっていうと、それは横長にしてねっていうところもあったし、その動画の横長で 大画面にやるとちょっとね、全画面だと容量食うからとかいろんな理由があったよね。その上でまだパソコンで見てるって人もいっぱいいたんだよね、その頃は。ところが今どうだろうスマホしか持っていないという Z 世代が来たんだよ。これだよスマホの普及率日本において中学生でなんと60%、高校生になっては99%普及してるってんだよ。 高校生で99%がスマホを持ってます。今この動画を見ている高校生。おめでとう99%だ。だけど1%のスマホ持ってない高校生もいるんだよ。でも中学生からもう60%は持ってるわけ。だから中高大ここら辺でスマホっていうのは基本的に持ってるっていうデフォルト装備になったの。ここ数年で。 大人に普及しただけじゃなくて子供にも普及した。その上でその Z 世代と言われる現在25歳以下、10代から25歳以下の層の基本装備はスマホオンリー。そう。PC を持ってないっていう世代が現れたんだよ。もう PC なんてブラインドタッチなんてしてたまるか。めんどくさい。指が折れそうだ。スマホでポンポンポンもしくは音声入力パン。そういう時代。 パソコンいりますかなんてうね。タブレット、最悪タブレットでいけるってことだよね。 タブレット言っちゃえばいいじゃん。iPad と iPhone でグーですよ。ね。なんで MacBook Pro って何しなきゃいけないのえー、すごい、その映像クリエイターじゃないんだからさ。プロじゃないんだから。もう MacBook Pro はですね。ものすごい何か複雑な込み入ったことをやるクリエイターとか仕事人たちのものであって、普通の学生はいらないっていうオーバースペックなものになっちゃってるわけですよ。スマホしか持ってない世代の台頭。これが、これが縦型動画の流星とぶつかったわけだ。 日本において Z 世代はまだ人口比15%しかいない。つまり日本は若者が少ない国なんだよね。だからその実感がないかもしれないんだけど、アメリカではですよ、なんとそれが32%。全世界的にも32%。ミレニアル世代の31%ちょっと上回っちゃったよ。30代よりも20代、10代の方が多いっていうのがなんと世界の数勢なの。つまりインドとか。 中国とかアメリカとかそういう世界的には10代の方が多いんです。スマホの方が多いんです。そしてその世代はこれからも拡大していくよね。スマホの方が多いっていう Z 世代の次に控えているというアルファ世代でまさかのパソコンリバイバルってないじゃん。なんでパソコンリバイバルした電卓を持っていますっているスマホで電卓あるやんとかね。そういうさリバイバルはないんだよ。ね。ってことはこれからずっとスマホ。 オンリーの時代がやってくるわけですよね。少なくともね、しばらくはスマホしか使わない時代が来るでしょ。スマホ以上のものがあらない、あらない限り。ね。そんな中で縦型っていうのはマストの形になっていったんですよ。その上で短尺。短いんだよね。短いの15秒から60秒。集中力がなくても見れる。 ねえ、中田敦彦の YouTube 大学はこの長い尺で YouTube に乗り込んで不思議と 皆さんに見られてるすごく軽古なメディアですよ。私が YouTube 参入した時、10分でも長いんじゃないか、7、8分がちょうどいいんじゃないかと言われてんだんですが、YouTube はそこから長尺化が進んでったんだよね。なぜなら広告がいっぱい挟めるからだよ。みんなお金欲しいから長尺にしたいなんて言ったの。でも長尺にするにはネタがないなんて言ったの。ただ中田は変態だったんだね。すごい長く喋りたい男だったの。なぜかなぜかわからないけど、2時間ぐらいまくし立てても平然と寝れるっていう、そういう男 男だったんだだよねだからやれたわけ。だから、長尺っていうものがテレビでも受け入れられない中で、YouTube のお家芸となって、長尺動画っていうのは10分動画、20分動画、30分動画ってどんどん増えていきましたよね。そういう YouTube はもうはや当たり前。だけど、そのカウンターは常に来る。短い動画の方がむしろやっぱり見やすいっていう若い世代は多いわけですよ。むしろそれを若い世代じゃなくても、ちょっとしたサクサク見れる動画はあって叱るべきですよね。特にこの、 縦型短尺。このスマホファーストの UI はですね、むちゃくちゃ見やすいわけですよ。寝る前にサクサクサク見れるわけですよね。縦のスワイプサクサクス。でもこれ、皆さん、ここでポイント。縦尺で、縦型の短尺動画が、この今のショート動画の基本の構図と、ね、コアのポイントだと思ってはいけない。 ショート動画がなぜこんなに中毒性があるのかは縦型だから短いからって言ってる大人がいたら浅いねって言ってあげてください。薄いよ。それ浅瀬でパチャパチャしてんのかな潮干狩りかな貝殻何個取れましたって聞いてあげてくださいね。浅瀬にいるんですよ。最も大事なのはその短尺と縦型、そこを土台にしてですね、リコメンド中心設計になってるってことですよね。 こっちの方がよりコアなポイントなんですよ。リコメンド中心設計の対義語は何かというと、検索中心設計です。 まさに検索の会社、Google が作った。ね。o g l e が育てたこの YouTube。検索して動画にたどり着く。だから今、Google 検索よりも YouTube 直接検索っていうのが今もう増えてんだよね。Google で何か知りたいなーなんてね。その例えばね、そのあ因数分解の仕方とかさ、そのバナナの剥き方、バナナの剥き方知りたいわかんないけど、新しい剥き方とか知りたいかもしれない。バナナの新しい剥き方知りたいだってさ、普通にこうやって剥くのはもう、もう もううざりだなんて言ってさ、調べたい時にグーグル、ググれよなんて言ったの昔の世代 y。Y 世代のさ、ググれよなんてもうググらないの。YouTube るのよ。YouTube るとは聞いたことないけどね。気持ちが悪いから、言葉が。YouTube るとは聞いたことないけど、YouTube でバナナ、剥き方、新しいとかで検索する。直で動画検索しちゃうっていう時代になってるわけ。でもあくまでこれは検索なんだよ。つまり、積極視聴者を、あの、想定してる。 見たいって思ってる人が見たいものを選んでその上で見るっていう時代。でもそうじゃないんだよ。TikTok は完全にリコメンドを中心に設計してる。この中心にってのがポイントだよ。なんでかっていうと YouTube でもレコメンドするから。僕がなんか動画やってたらその隣に出るでしょね。 中田の他の動画が出てるのかなそれとも、ひろゆきさんとか出てるかなわかんないけど、なんかじゃあ、堀江門とか西野さんとかも出てるかもしれない。なんか似たような感じのさ、なんかその後テーマが似たような感じので出てくるじゃん。ああ、おなんか似たようなの動画をうまく進めてきますねって思うけど、それをタップするかしないかってのは、あなたに委ねられてますよね。でも、ところが、TikTok はなんとですね、次の動画を選べないようになってます。ねもちろん選べるんですけど、基本的に普通に暮らしてたら選ばなくていいようになってるんです。 選ばなくくくててていいんんんでででですすすすよ縦にファッとスワイプしたらですね出てくるんです出てくるるだんだん自分の好みにカスタマイズされて,似,て似たようなのが出てくるんです。動物ばっかり見てたら動物ばっかり。美人のお姉さんばっかり見てたら美人のお姉さんばっかり。だんだん分かってるねってなってくるわけだよね。リコメンドされていくんですよ。このリコメンド中心の設計と短尺動画の相性はバッチリだよね。 短いからすぐスワイプする。短くもう2秒だよ。もう1秒2秒でハイスワイプ。だから気に入ったものを選ぶんじゃなくて出されたものを気に入らなかったら弾くっていう UI になってるの。これが最も中毒性が高いわけよ。ほとんどのプレイヤーにとってなくてはならない CM の打ち場所になるのがこのショート動画。そのプラットフォームは現在メインところで3つあるっていう世界観なわけですよ。 だからショートなのロングなのどっちが好きなのそういう世界観じゃないんですよショート動画だけではご飯を食べることはできないってことだよウェブコミュニティプログレス毎朝1時間の生配信と週2回の授業観覧互いに夢を応援し合う仲間と出会える詳細は概要欄のリンクから私はあなたを待ってます菊 YouTube 大学インボイシー全後編ノンストップでバックグラウンド再生も可能 移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞなぜ YouTube で戦うのかなぜ事務所を辞めたのかそしてなぜ海外へ移住したのか葛藤と挑戦の裏にはいつもプログレスの仲間たちがいた中田敦彦の自伝小説「混沌を泳ぐ」「k i n d l e にて発売中